はいどうもこんにちは、わみです。今回はね、前回の LVA 戦の2グランプリ目に引き続き LVA 戦のね3グランプリ目を撮影していきたいと思います。でコースがミューパですね。と前回ハイウェイで見事ハング相手にね 1,2,5,6,7 っていう、まあいい順位を取れたので、このまま継続していきたいですが、にじりマンションですか。相手が3,4,8,9 か、まあ、ねじりマンションを打つのに妥当な順位と言っていいですけどね。ねじりマンションが来てしまいましたね。ここはハング有利子なの、有利子っていうかハングがまあ走れるコースなのでちょっと注意していきたいですね。いかにこの俺の目の前の2人のハングを潰せるかどうかです。これはスリスト取るためにこっち行きましょう。でこの方のスリスト取っていきましょう。スリスト取れましたね。これで1位、1に踊りで、あーでも味方が2位なので今つけた結末なしています。でここでねじれなかった俺が悪いですね。これは追いつかれてしまいましたね。ここはまあまあ TA してるんですけど、でも後ろの味方の方が多分上手いんですよね、ねじれマンションは。なので譲るかどうか今考えてますけど、まあでも最悪このまま行っていいですかね。ちょっと怖いですね、後ろが。後ろの味方が何も持ってないので、後ろに赤引かれたら譲るという形を取れるんですけど、でもアイテム取れましたね。ちょっと今赤からの通知が来たんです。多分後ろの味方が潰されちゃったかな、多分そんな感じですね。で俺はもうこのまま1位を独走していきたいんですけど、ここら辺とかで変なミスをしないようにもう ど安定のプレーを心がけていきます。これは赤消しはしないですね。これ後ろのハングがキノコなんですけど、キノコなんですけど多分追いつかれないんですね、これは。で、俺が赤コーラを引いて、後ろがパックンですね。これならまだいいです。赤さんとか引かれるよりはもう全然マシです。これは狙っていきたい。当たらないですね。ここの直線で狙った方が当たったかな、多分。そう考えると、あれですね、ちょっと悔しいですね。後ろがクラクションなんで多分これはもう安全にミスをしない限りは1位を取れます。で今順位が2,3,4が相手で 5位が味方かな。で6位がこっち、7,8こっちで、9位が相手、10位がこっち、11位が相手、12位がこっちということで、まあ微妙ですね。これもしかしたら点数的にはまずい方かもしれませんけど、で次のコースはエキサイトバイクですね。駅場ですね、通称駅場はちょっとミニターボゲーなんでいかにうまくできるかといったところなんですけど、駅場ってあのダッシュ版っていうかジャンプ台2個あるじゃないですか。2個あるんですけど、なんだろう、そのうち真ん中にあるやつと左にあるやつっていうのがあるんですよ。でその左のやつのミニターボをためミニターボあのスーパーミニターボを貯めてサンドリをするっていうのがあんまり得意じゃないんですよね。なのでそこをできるかどうかですね。一応チャレンジはしますけど、あれ2グランプリ目の結果が出ましたけど210対118、これは結構いいんじゃないですかね。でこのエキサイトバイクで、これはもう目の前があの山なので多分ジャンプ台があるのかな。これはもうコイン取っていかにミニターボを貯めれるかですもんね。この山を乗り越えて、でそこのコイン取って現在 4枚ですね。でここ3取りでからの、ここはもうコイン取れなくてしょうがないです。無駄にラインずらすよりは多分。でここの3取りですね。
で、今のはうまくできましたね。で、ここはもうアイテムはいらないので、吹っ飛んでいきましょう。で、ここ曲がれましたね。いいです。今のはうまいです。で、正直曲がれないと思ったんですけど。で、これはもう、なぁ、もうトゲなどがない限りはもう1位独走したいですね、これは。で、これはイカがあるんで、内側通れないんで妥協します。ここも、コーナーの途中だったんでサンドリはできません。後ろの味方がハンドルなのでね、イカの時は強いですね。今回成功率いいですよ、なんか。俺にしては。で、ちょっとここも曲がりきれましたね。直線でイカが来てくれたのはいいことです、これですね。で、コインが今、9枚ですね。トゲの音がしてませんね。ちょっと敏感になってますね、かなり音に。いらない音にも反応しちゃってるんで、今みたいにね。これは SMD 貯められませんでしたね。ちょっと動揺しちゃっても日本語があやふやなんですけど。よし、これは1位取りましたね。いいですよ。30点ですね、2レースで。これは美味しい。いやー、ちょっと逃げ切れたのがもう相当うまいですね。で、2位のハンドルだった味方がちょっと潰れちゃって11位まで落ちちゃってますけど、前4取れたのでね、まあいい方だと思います。はい、で、総合こんな感じです。いいですね、俺の点数が光り輝いてますよ。2連続1位です。ちょっと嬉しいですね。ピチサいいですね。ピチサ俺1位の時はもう逃げ切れるんで、もうこれはもう指示がないですとしか言いようがないですね。いいですね、ピチサ。俺ピチサ大好きなんでね。うん、今日の駅場は調子が良かったですね、俺。これが次のレースでも続ければね。次、オタパかピッツァなんですけど、オタパも結構 TA をしたので、まあでも、あ、でも4、前4がね、カートなので、抜かれたりはしないと思います。ね、これさっきどっち行こうか迷うんですけど、左って安全にコインを取るか、右行って少しでも速さを追求するかということなんですけど、1位スタートなので、まあ右行ってコイン1枚だけでも取って、行きましょうかね。はい、再スタート。ここでサンドリ5回やってスーパーミニタボ貯めれるかが重要です。貯めれましたね。これは味方から SS を取って前に行きましょう。で、壁ゴンしちゃってるのがかなり痛い。壁、ここの壁ゴンはもうでかいですからね。 TA すると分かると思うんですけど、かなり差が縮まったりしますので、これは注意が必要ですね。で、後ろの相手に、あ、ちょっと待って、なんで投げてしまったんだ。赤を引かれてるんですよ。え、ちょっと今の投げてしまったのが相当痛いですね、今のは。俺は何をしてしまってるんだ。ちょっと今の投げてなければ1位いきましたよね。結果論なんですけど、ちょっとこれは痛いですね。今相当ショックがでかいですね。精神的にきますね、こういうミスは。これは前、後ろの敵がキノコしか引いてないんで前に投げて、前を一人潰しましたね。後ろが敵だらけなので、これはつけてって、で、相手がミスしましたね。これは1位行きたい。これは1位行きたいですね。1位って45点取りたいですね、これ。こんなチャンス二度とないですよ。あそこでボムを引けたのもでかいし、相手がミスしてくれたのもでかいですね、これは。いやー、これはありがたいですね、これは。この1位はとてもでかいです、俺にとって。
しゃ素直に嬉しいですね。これは気持ちいいですね。ここまで1位走れると。で味方が4568ですね。注意 OK ですよ。これはで総合まあ5があれなんであれですね。ちょっと惜しいですね。12グランプリ目は前総合前後とか普通に取れてたんですけど、今回は厳しいですね。ちょっと60チャレンジってチャットがざわついてるんで、うわちょっと緊張しますね。これさすがにドルフィン岬がきついんで、なるべくピチサが選ばれてほしいんですけど、どうなるかなって感じですね。60取ったら全力で喜びますよ。ピチサが来ましたね。これは頑張りたいですね。 TA の成果を見せたいですね。まあ、TA の成果つっても 55.1 とかそんな感じなんですけど、タイムがね遅いですね。はい、ここスタダは問題なく成功。サンドリねじれもうまく決まって、ここはコインを取らない。ちょっと振動がバクバクしてますね今。でここでコイン取って、オッケー、ショートカットもミスなくいきましたね。いやーこれはいけるんじゃないかって、なんかちょっと1ラップ目で言うのもなんですけど、トゲなど引かれたら怖いんで、あれですね、油断は禁物ですね。ちょっとこの喋り方からちょっとさせてもらえると助かるんですけど、めっちゃ緊張しますね。ちょっとやばいですね今振動が。これイカは安全に対処したい。安全、ダートを噛まないということが最前提なので。いやー多分これはいけると思うんですけどね、ミスない限り。ちょっとサンドリなどのミスが目立つんですけど、ちょっとこれはちょっと緊張のせいですね。これは俺60取れたら久しぶりなんですよ本当に。60今まで何回だ、 1,2 回取ったことあるんですけど、もう これで60取れたら何年じゃねえや、何ヶ月ぶりだろう、4ヶ月ぶりぐらい、いやそんぐらいですね。いやちょっとこれは緊張しますね。いや頼む、お願いします本当に。60取らせてください俺に。ちょっと走りがいつもより雑なんですけど、こんな走りで60点取ってしまうのも申し訳ないんですけど、いやーちょっとこれは嬉しい。よっしゃ嬉しい、よっしゃー1位ですね。これやったーってチャットでやったーって言ってきました。本当に嬉しい。あー、おー怖かった怖かった、あーめっちゃ緊張した。ちょっと無事終わってよかったですねこれ。あーちょっとあー緊張した、あー疲れた、なんか疲れますねこれ。あーちょっと走り的にはとても雑だったんですけど、まあ、味方がうまく支援してくれたおかげですねこれは。いやー本当に味方に感謝したいですね。ありがとうございます。では動画はここら辺で終わりにしたいと思います。ちょっと今口とか手とか足とかめっちゃ震えてるんです。じゃありがとうございました。通信エラーですね。ではここら辺で動画を終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。